へいよー、明けのスマッシュ。じゃあ、今日もやっていくんですけども、今日もですね、世界復帰道7日目やっていくんですけども、このゴールデンでいこうと思います。で、トロフィーがですね、ちょうど、1000位、といったところで、まあ、今日でね、3桁に入れるかなといったところで頑張っていきましょう。ちょっとね、昨日の夜にね、生放送をやるって告知してたんだけど、昨日のね、夜8時半ぐらい寝てから、気づいたらもう今日の9時ぐらいまで寝てて、もうね、申し訳ね、マジで。9時とか10時ぐらいから生放送やろうとしてて、ちょっとこう、うとうとしてたら、もうマジで、ガン寝してました。ということで、今日代わりにね、生放送できたらいいなっていう感じなんですけども、やっていきましょうか。いや、割とね、ここら辺ね、余裕で負けるんで、本当に集中しながらやっていかねえとな。相手ホグか。チームスモーキーのスモーキー代で。いやー、結構ゴラ出したいよな。おっと、普通のホグじゃねえよこれ。普通のホグじゃない何かが来た。まあ、とりあえず受けて、まあ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 待ちますか。まあこれ走らせといて、なるほどね。これライティング手前だけ OK。 まあ今のこれメカゴがいるんで、どの道何に当たろうかっていう話だったんですけど、はい、まあ最初は守り大事だね。 OK。 なるほど。割とゴリ行ってもいいな、これ。行きましょう。怖いやつがいないんで、今、相手に。ここで来るかぐらい。だったら、まあ、ロリババアだけで、守ってあげて、一応スケブがやばいんか。まあ、ベビードラと、いや、即トルネの方が良かったかな。エギババ出してこねえんだ、いて。なるほど。と思ったら出してきた。はい、オッケー。これメガゴだけだとあれなやつだな。トルネ使って、ガゴから処理してあげて、ロリババ使って、メガゴまで。マスケちょっと入っちゃったな。まあ、守って、これ攻めたら勝ちだ。これゴボリ出す。あ、なるほどね。そういうカードがいる。ゴリ行きましょう。フリーズか。ガゴかな。まあそうよね。まだ大丈夫。これはフリーズが来そうだから OK。 でスケブとかでしょ。でダッシュして OK。 まあこれは結構冷静な勝利でしたね。危な、相手の結構怖かったね。オッケー、今、まあ、こればっかで GC だ。オッケー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 。まあ、こういう相手もね、まあ、しっかりと落ち着いて対処していけば勝てるっていうね。いや、たまにいるよな、ああいうトリッキーなホグフリーズ使い。そう。結構ね、ゴール出してからガー攻めてきて、こう、やろうとしてたからね。まあ、ああいう時大事なのが一応、相手スケブとエリババが今回ゴレの守りとして強かったから、まあ、あれだな、こう守りに全部カード出してスケブにゴレ守られるのがやっぱもったいないから、最低限っていうのが大事かな。はい、よろしく。よし、あんま喋ってらんねえからな、負けちまうから。待ち、基本は待ちです。ゴブリンドリル見てるとマジディガーが早く感じるな。ディガーからのスケ。
ディガースケ。あー、ダクプリはなんかあれだね、デリバリーのロケットデッキみたいな感じがしますが、ぽいね。ベビドラが強いかなーってなると、うん、で多分デリバリーあたりでしょう。ゴレ出してみよう。まあ間に合うもんな、これがファイスピとかスケとかで受けてくんのかな。まあテスラとかで、あ、インフェか。まあこれ一回こうしてあげての、まあライトニングで突破かな。結構入るはずこれ。逃げろ、ババに逃げてほしかった。うーん、コウモリがいないから、まあゴブオリが、ゴブオリでしっかり陸を抑えれそう。ああ、それはありがとうございます。その軌道はマジで美味しい。ここまあ多分あいつとしてはここに出してくるのが良かったよねっていう感じなんだけど、美味しく持ってけそうですね。まあこれあとロケット削りと、まあなんかこっちがゴレ出した瞬間の攻め、うん、こういう攻めがすごい怖いぐらいなんで、しっかりとこんな感じで処理してあげたご褒美のゴレだな。そうで、これ普通にまだこっから負けれるから、うん、ベビドラ多分出さない方がいい。あの守りでは。なるほど、ロケットも撃ってきた。これライトニングだな。でトルネとあれでやりたいけど、頼む飛ばせてくれ。あー飛ばねえか、もっと取り抜くか。まあ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 か。メガゴでディガー守れる。OK。高めインフェ結構好きだな、相手。でもさ、これ美味しいんだよね、高めインフェ。回せるってこと？OK。飛べ。うわー、飛ばねえか、これ。微妙だな、俺やってること。さては。いやー、ゴリゴリ削ってくるね。ゴリ一回後ろ出しして、ファイスピとかもしっかりケアしないとな。なんかゴルナイトルネがマジでうまくいかねえ。はいはいはい、まあ、これはもうこれで持ってっちゃって、回転早めつつ、うん、もう突破さえすれば良さそう。いけ、あー、いかねえか。まあでも勝ちか。いや意外とゴルナイが刺さんねえな、これ被害心してこない。あれ、ゴルナイトルネが甘いか。俺もっとなんかぶっ刺さるイメージだったけど、ダッシュが遅いか早いか、まあどっちかよな。まあまあまあ勝てたはいいけど、ダッシュ結構ズズンズンっていくかなと思ったのが3回ぐらい、3回はもう反省だよな、普通に。3回成功しないは反省すべきだけど。ロイジャイか、一応クロス。クロスか、クロスマジで勝ちたいけど。
クロス相手はもうマジでゴルナイが超大事な気する。オッケー。うまく待ってきたいよな。オリとゴレでいい感じに待ちたい。ゴレ出しちゃいます。これでゴレにターゲットがいってベビドラこっちで行こう。うん、結構美味しそうこれ。アーチャー処理してくれるの美味しい。ベビー早く、これ右の方が入るな。で、まあ、来たるクロスを全力で防衛だ。ゴルネ出して、まあ、ゴボリメガゴからの、まあ、でもいいし、ゴボリからのなんかでもいいしな。ダッシュさせて、OK、余計に使わせとく。ケツゴレは危ねえ。ここだ、ゴレ。クロス来る。ターゲット、あ、行くんか、これ。なるほどね。まあまあ、でもこれ守れるし。OK。走っとくか、俺。ベビドラで。うわさ、OK。熱い。わさは熱いな。あー、まあ一回こっち行こうか。無限ゴレ編で攻めていきたい。オッケー。まあまずしっかりとテスラ処理。なるほどね。走ってもこれ走れないから、まあこれだけでも結構ダメージ入るもんな。それがやばい。あぶね。それマジでうまいんよね。はい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 。走って、はい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 。ちょっと入るな。上手だそれ。クロス来たらもう一回打ってきそうだね。オッケー。これはロケットとか相手結構打ってきそうなんで、まあ、ライティング打っちゃって、ここ走り毒。 OK、 大丈夫。まだ相手ロケット削りのフェーズに入ってないから。今入ってきたか。はい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 。アーチャー、さすがにこれで入るね。オッケー。これやっぱね、強すぎる。クロス相手の。切れていいもんな、クロス使いは。余裕で。はいはいはいで。まあ一応これでおしまいっていうね。なんかクロス相手はマジであのゴルナイ1回で終わりだな。だ集中すべきはそこだね。オッケー。ガンガン行きましょう。まあ、クロスはマジもう安全な立ち回りが大事。もうくっそ耐えて耐えて一回理不尽ゴルナイぶち込んで帰るが大事ですね。変に読み決めるとかってリカバー、まあ、今みたいな立ち回りが結構現実味はあるよね。うまいクロス使いだとどうだろうな。
もうちょいクラス誘おうとしてきて、みたいな感じか。だからゴルナイトルネをマジで精度上げないといけない、このデッキは。難しい。だ相手が今何があってっていうのをしっかり把握してぶっ刺す必要があるよね。そうやらしく。SB、元プロ選手ですね。さあ、デッキなんだろう。ドリルとかかな。ファイスピスケウッド。ほー。ファイスピスケウッド。何デッキだこれ。いやもう折り使わざるを得ないよな。ドリルか。起動したい。 OK。 これマジで大事、ドリル相手の起動。もうストレスが変わるもんね、ドリルに対しての。それはできないやろ。 OK OK。ロリババ、頑張れ。ナイス。いいよ。これなぁ、ゴレウケか正解。いや、まだだな。まだだ。まだ耐えだな、これ。走って。まあ、一応メガゴ出しとこう。しっかりする。これがマジでもうキング起動してると楽に守れるんよね。いやー、ここのマジアチャクソだるいな。あー、キング起動だ。上手。ただあれロリババで飛ぶから、まあ、ここのエリクスアドバンテージをしっかりと生かしていきたいですね。え、それ飛ぶん？え、マジ？それ飛ぶんですか？てか相手ボイスない？さては。ん？あー、めっちゃ防衛うまいな。ライトニングもったいないことしたかも。てか今のめっちゃいい感じに守られちゃったな。マジアチャー来るかな。来ますかこれ。来るか。飛び沼で来る。うん。ファイボとあれどうしまいか。うまいねこれ、マジで相手。そうよな。でまあファイボでおしまいか。グッドゲーム。なるほどね、こういうデッキがあるんだ。いや思ったより守られたっちゅうか、トルネとあれ全然持っていかなかったな。今でここが何位くらいだろう。こっちか、739位か。うわー、今のでも勝ちたかったな。あそこマジアチャとゴルナイとかファイボで綺麗に守られるんだなっていうね。まあ、結果としてはキング起動がちょっとあれかな、痛かったかな。されない方が良かったかもしんねえな。まあまあまあ切り替えていきましょう。まあ、ゴルナイ出して、これキング起動だ。助かるね、こういうバレルは。ホグ、バルキリー1枚切って、今相手ホグ回ってんだよな。ここ行くか。スケブ消すの石島、メガゴで強いだこれ。キング起動のご褒美。で、ただこれでインフェとか持ってたら結構しょっぱいんだけど、相手のデッキ的にインフェか、これ。
だいぶしょっぱいなこれ。まあまあ、エレキまで使ってくれたから放置だなこれは。ベビー間に合えよ。オッケー。まあさすがにロケットはねえな。オッケー。これダッシュさせたい。男だなそれマジで。その受け先からこれはいい感じに行きたい。なんなら延命。熱い、それは熱い。はいはいはい、ファイボね、わかりますよと、わかりますよと。でこれでライティングであれして、トルネかな、取るね。剥がしてタル追加して、これターゲットね、あのベビーに生かしたくないってやつなんだけど、結構あれだな。これでもライトニングとかで結構飛ばせるから、オッケー。あと守れば勝ち。ワンチャンのトルネとのあれで。ボイセツか。あ、普通に相手、まだワンチャンあったけど、あれでしたね。諦めてくれました。まあ、その刺さった後のライティング削りが強いよなーっていうのは一つあります。そう、ラストいくか、ラスト。よろしく。やっぱこのね、ガチで取り消するとね、早い、動画が。まだ、まだいける、まだいけるってなっちゃうもんな。よし。ロリババ。これ、アイスピンも受けるのが本当良さそう。さて、これ起動できますか？いやー、最悪だ。もう、最悪だわ。引っかかりもせんかった。いや、もったいね。でも今のさ、とか考えると、ロリババさえいてくれたらみたいになっちゃうな。さあ、こっから頑張っていくしかねえ、26に対して。ライトニングって。走れ。おー、でかい。オッケー。おりー。まあ、2倍までいけば全然まだ間に合う。まくるぞ。この超痛えミスを。はい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 。まあ、ロリババー。くそー。くそー。若さが足んねえ。一発許して、二発は許せません。2発は許してません。延命すんなよ。まあこれ守るな、もう一回。 OK、 こっからだ。一発でへし折るしかねえ。ライトニング打っちゃいますこれ。で、はいはいはい、マスケをこれ5打ってくるでしょ相手。これに来るマスケを処理して、なんならゴミナイ突っ込ませたかったけど無理でした。負けか男の。頑張れ。おー、熱い。熱いです、それ。
今世紀最大の暑さしてる。はいはいはい。いいぞ。確かに。まだある。ファイボー使っちまえ、相手。いいぞ。OK、いい取るね。勝ち込め。わあ、これ勝てるのかい。これ勝てるんかい。これ勝てるのは、でかい、これはマジで。なんなら、おまけでもう一試合いっちゃうもんね、これ。今のなんか閉まんないし。いやー、でも最初のなー、あれ。アイゴレホグはもう吸うの諦めた方がいいな、余裕で。アイゴレホグはもう、受けるしかねえよな。でも手札悪い時のアイゴレホグって結構泣いていいよな。まあ、ただ、あの状況からでも、まあ、勝てることは一応は分かった。一応ね。さあ、起動。これ大事。もう、すべてを注げた。この檻何って感じよな。相手からしたら、この檻何ですかってなってる。ちょっと殴って、いやー、これ、あちゃくいたやつかもしんねえ。お、今日当たってボコボコにされてるわ、これ。いやー、ドリルマジで今多いよな。もうこれでもうめっちゃ入ってもね、ダメージ。全部守っちゃダメか、これ。まあ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 。いや、どうするのが正解だ、これ。迫撃置かれたらもうゴレしかねえか。一応ゴボリ。で、メガゴ。コウモリがいいんだよな。あ、着衣。いや、ライトニングはあえて打たないでいきます。こう。男です、だいぶ。はい。いい感じにゴレが、フットワーク踏んでった。コウモリを処理。ちょっとだけベビー残して頼む。なんか起きてくれ。ただこれもまたゴレ受け。ゴレ受け大事よ、おそらく。守る。いやー、結構しっかり入るな。いけ。うわー、いい消えだ、それそれマジでいい消えです。これー消えるな。オッケー、でかい。ワンチャンあります。どっか行け。あれ、これ熱くね。相手何も止めるのない。ゴールない。きたー、これはナイス勝利だったな。よし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 って感じで、ゴールない取るねが全てだな、このデッキマジで。
それをうまく使えるかどうかにかかってそうですね。ということで、いい感じにトロリ上がったので、夜はね、こっからいいトロリができそうかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめしまべ、またねー。